久しぶりに3姉妹でご飯食べに来ました。でこれは一番下のカンナの妹の友達のお店やから撮影 OK ですって言っていただいて、今動画を回させてもらってます。3姉妹のボスが襲来します。それを経緯を説明すると、みなみがインスタに私に同じメイクをしてみてくださいみたいなコメントをいただいてて、また撮らせてもらいますねみたいなこと言ってるのに全然半年ぐらい撮ってるしと思って、じゃあまず会われへんかっていうのはずっと、えほんまに半年ぐらいのリアルなのだから、そうその時もほんまに私体力限界やって、妹もその子供ちゃんたちを寝かしてからやったから2人とボロボロの状態でもうむちゃくちゃやって、年末になる。これはさすがにその1回目の時に再生をたくさんしていただいたから、次がエグすぎるってなって次の動画どうしようって怯え始めて、そのノリが取りすぎてな、前がでさ、久しぶりにみなみに会ったらさ、マネしたマネはしてんのけど、あんまりにも似すぎててちょっと引いてるの。でも顔は似てないやん、髪型が似てるだけで。要は前にカンナと動画撮るときに、なんか質問みたいな、1枚で会話できるやつくださいみたいな言わせていただいて、いただいたやつ。スキピからの返信、どれぐらい待てるの？付き合ってないとか。付き合ってないとか。でも、結構待てるかも。気にしてませんよ、みたいな感じで。ああ、しそう。だから、なんか遅い、向こうがめっちゃ返事遅かったら、なんか速攻記録とかもつけたくないし、すぐ返したくない。だから、ちょっと開けるみたいな。いやだから頑張って頑張って開けて10分しか経ってなかったとかある。え私は全然待たれへん、もうやむ。えだってさ、 LINE なんか絶対全員見てるやん。うん、だから優先順位私の方が下なの。逆になんか正確があんまり早く返されへんタイプ、頻繁にっていうか、もう即レスみたいなんできひんタイプだから、自分はこうやって遅くなっちゃうのに、うん、相手にそういうの求めるのもちゃうかなとか思ってさ、カンナ、うん、本気で返したいっていうのはね、カンナ、じゃあじゃあごめん、あれほんまにそうやろ、ちょっと長返事は嫌やな。そう、長返事は無理やから、うん、分かるよ。だそこは見てても別に遅くても仕方ないかなって思う。だながら返事が嫌な理由が、これでもし返事返ってこうへんくなったら、ながら返事が最後やと思うねん。わかる、本気じゃないんやけどね。そう、わーってなるやん。男女の友情を成立するのか。するする絶対する。それは理論。好きな人と友達はまたちゃうみたいな感じだから、絶対好き。友達からの恋愛はあんまないわけ。あ、そうか。ネイルかわいいの自分でやって。え、やります。7です。親指は、そう、親指は7。あ、好きなの。やぞーい。これはファンの方が作ってくれたチップ。親指だけちょっと残ってて1ヶ月以上ネイルいけてなくてさ。お酒抜きで好きな人と昼間から会えなくなっちゃった、もっと純粋に恋をしてたあの頃の感覚を求む。私らお酒飲むから分かるよ。分かる。でもまあなんか今はなんかその気まずさも楽しもうみたいな。気まずさも楽しもう。その気まずーみたいな。気まずーっていうのもなんかさ、初期に気まずいとかまずあるの。あるで、めっちゃ。私人見知りやんの、意外と。あ、まあまあまあ、そうやけど、そのさ、なんか気まずーないと思う。ほんま。いや、好きなギャルモデルの相手。うわあ。でも中学校の時は尾崎紗友子さんがもう大好きすぎて、夏サインとか言ってたよな。言ってた。オーバーに1万円以上買ったらサインとツーショットみたいなので、うん、友達について行ってもらって、新サービスのオーバーも行ったし、もう大好きすぎて髪色とかも真似してたし、真似してためっちゃ好きやった。リュウに夏めっちゃあったもんな、みなみなとか、うん、お父さんが前の動画見てたらしくて、でたくさんコメントで褒めていただいたやんか、うんうん、あ、そうですそうです、それでなんか名前が葉月みなみかんなっていい名前すぎみたいな感じで褒めてくださった方の何件かあってんな、うん、それでお父さんがなんか葉月この名前つけたん誰やみたいな。何回か確認してきたの。俺のセンスやっぱええの。
だから前の動画とかそのコメント欄とかをすごい喜んで読み返してたから、うん、見返して感謝よな、うん、コメントしてくださった方なんかめっちゃ褒められてるやん、やっぱ俺の遺伝子、遺伝子、なんか遺伝子強いとか書かれてるぞ、やっぱ俺か間接的にすごい喜んでたから、うん、自分に投影して喜んでた、ね、感謝感謝、ほんまに感謝ございます、ありがとうございました、ほんまにそれを機にそういう芸人としても認められだしたというか、そうです、そうです、そうです、ボツの、ボツになった動画で言ってくれたよな、うん、アベマの千鳥さんの番組でスモーキングシアターっていうタバコを吸う動画を撮るみたいなやつを YouTube に上がっててんな、うん、それをお父さんが そう見て、であいつにあんな感性があったとは見直したなとか言ってずっと見てるのを知ってると思ってて、で知らんかった、私そんなの自分がちゃんと活動してるとかも知ってるんかもしれない、でもそっからはなんかこう今までは芸人なんてみたいな感じだったのに歩み寄って動画とか見出したりとか、へえ、多分その芝居の動画から関連出てきたと思う、ね、そのタバコのやつがで、なんか言ってた、前向きにな、言ってくれるような、だからその反対され、反対っていうか厳しい経営の人やったからあんまり言ってなかった、ね、そうじゃあみんな見下がったらあかんって、そうそう、それぐらい前の動画ですごい一緒やんみたいな、似てるって言われてるの見てびっくりした、そう、びっくりした、うん、どこが似てんのやろって思った、でも間違われたりとかしとって、多分 ないと思うけど、みんなに間違われることはもうこっちはもういろんなところで、あーちゃんやんみたいな、で、あ、妹ですって、えそうかな、何回もあったから、そう、葉月の友達とかその先輩とか、じゃあ帰るか、帰ります、ありがとうございました、ありがとうございました、気色かったそれはカットしてもらいます、なんかありがとうございました、もう2回目だよ、やったやったやった、やったやった、もうしつこい、こうだったら何回もしろとか言ってくるタイプだもん、ね、そうだ、ありがとうございました、ありがとうございました、ちゃんとやってよ、やってよ、やってやんの顔小さいまま切ってじゃあ鶴いってみなみなき